今年はたくさんの桑が実っています。こちらの木は実が大きくてたくさんついています。植えてから10年近く経ちました。ずっしりと重いです。こちらの木は地面に落ちた種から生えたものです。重さは2倍くらい違うでしょうか。実のなり方も生えてきた方が少ないです。ちなみに味はこちらの小さい方が濃くて美味しいです。これでも2日前と6日前にたくさん収穫した後です。黒い実を全部収穫しても、次の日には赤かった実が黒く熟します。濃い紫色のものも食べれますが酸っぱいです。
黒いものをそのままにしておくとコバエが来てしまいます。生えてきたホオノキは、葉の形が野生のものに近いです。幹はカミキリムシにやられることもありますが、成長が旺盛なので枯れることはないです。まだまだこの後たくさん収穫できそうです。うちではジャムや酵素ジュースにして保存しています。クワの実は、キツネの茶碗竹という、キノコの胞子がつくと白くなってしまい、食べられなくなるので、白い実を見つけたら、近くに落とさないように、早めに取り除きましょう。